俳優、寺田農夫さん死去81歳はい、今日はですね、朝からね、訃報が入ったんですけど、今日は俳優の寺田農夫さんが81歳で死去されたってことで話題になってますね。いやー、ちょっと驚きましたね、はい。で、今日はね、この悲しみと衝撃を視聴者の皆さんに共有するために、急遽動画を撮ってます。 ははいいでは今からニュースを読まませていただきます俳優・寺田農さん死去81歳俳優寺田農さん司教81歳最後まで仕事を続けながら多数の作品で存在感「ラピュタのムスカ佐も俳優で声優としても活躍した寺田農さんが14日未明肺がんのために亡くなった81歳所属事務所 CES エンターテインメントが23日公式サイトで発表した 同社、弊社所属、寺田能が2024年3月14日未明、肺がんのため81歳で永眠いたしました。最後まで仕事を続けながら、諦めることなく希望を持って治療に励んでまいりましたが、桜の開花を待たずして、帰らぬ人となりましたと報告。これまで応援してくださったファンの皆様、多くの作品でお世話になりました。関係者の皆様、生前のご向上に、えー、親者いただきますとともに。 ということですね。はい。まあ、ということで、まあ、寺田能さん、俳優の寺田能さんね。はい。まあ、ラピュタのね、あの、息子大佐役でも有名だと思うんですけど、はい。いやー、まあ、この方ですね。はい。まあ、ということで、まあ、寺田能さんの死去について思ったのは、このおっさん誰って思いましたね。はい。まあ、というのも、 この寺田直さんって方なんですけど、まあ、正直全く聞いたことない方なんで、はいまあ、正直ねあの全くもって無名の俳優なんで、まあ、正直どうでもいいなと思いましたね、はいまあ、この方はねもっとね有名な俳優とかねあの著名な声優とかやったらあの自分も初期やと思うんですけど、まあ、正直寺田直とか聞いたことないからはい ななんか別にどうでもいいニュースやなと思いましたね。はい、でちなみに、まあ、寺ノ能さんの死去が悲しいか悲しくないかって言われると、まあ、別に悲しくはないですね。な、ま、ん、あ、でかって言うとこの人自分に全く関係ないからですね、はいまあ、もしこの人がね自分の親戚とか親とかねもしくは親友とかやったら悲しいと思うんですけど全くね自分に関係ないんで。 まあ別にあのこの人の死去は悲しくないなと思いましたね。はいまあ、とはいえね81歳で亡くなられたんでご冥福をお祈りします、はい